どうも、どんちゃんです。今日はですね、ブランド古着のお店、ブランドコレクトで買い物をしてきましたので、そちらを紹介していきたいと思います。ブランドコレクトはですね、トレジャーファクトリーとかを、ね、経営している会社がやっているお店で、その店舗によって結構ね、置いてるものが結構テーマ的に、異なるみたいなんですけども、今回僕が行った原宿店に関しては、ストリートに特化したお店になっております。なのでそうですね、シュプリームやステューシー、パレス、キースなんかのね、ストリート系や、あとはオフホワイトとか、ピアオブゴッドとかね、ラグジュアリーストリート系もかなり充実したお店になっております。はい。で、今回、購入したのはですね、これの1個前のファッション動画でも紹介した、ヘロン・プレストンとキャタピラーの、コラボ商品になります。はい。前回紹介したのはね、2021年のモデルでしたが、今回購入したのは2020年のモデルになりますが、なかなかね、いい買い物をしたと思っていますので、こちらを紹介していきたいと思います。はい、それでは実際にこちらね、開けていきたいと思います。はい、今回購入したのは、こちらのジャケットになります。はい、左胸にはね、キャタピラーのマークが入っていて、で左の袖にね、ヘロン・プレストンと入っています。はい。で後ろは、こういったね黄色い三角のデザインになってるんですけども、こちらはあれですね、このキャタピラーのロゴのこの三角の部分になると思います。はい。結構厚手でね、これからの季節にすごく良さそうですね。はい。ボタン全面はね、チャックとかじゃなくてボタンになってまして、結構しっかりしたボタンになります。中はね、こう中綿が入っててかなりあったかそうです。はい。で今回ね、結構びっくりなのがね、すごく安かったんですよこれ。でこれちなみになんですけど、新品未使用品、なのでもうめっちゃいい状態なんですけども、新品なんでね、はい、タグとかも全部揃っています。はい。でこちらね、値段がね定価12万するやつなんですよ。こちらがなんとね新品未使用で、2万7000円でした。いやこれはお買い得だなと思って、確かにこれそのリアルタイムでね、売ってる時もちょっと気になってたんですけど、12万かっていうんでちょっとね、購入には至らなかったんですけど、それが2万7000円だったらね、もう即買いでしょということで、購入してきました。そうですね、ブランドコレクトさんはね、他に売ってるものを含めて、全体的に他のブランド古着屋さんより結構安くていいものがたくさんありましたので、ストリート系がね好きな人は原宿に行ったらもう絶対行くべきだと思います。はい。じゃあ実際にこちら試着していきたいと思います。はい、まずはですね、T シャツの上に直接羽織ってみました。下は、ベージュ系のねワークパンツと合わせてみましたが、結構いい感じですよね。はい。最近ね結構寒くなってきたんですけど、真冬ほどはまだ寒くないっていうね時期には、この T シャツとねこのジャケットっていうのはいいんじゃないでしょうかね。はい。そうそう、先ほどね、タグを確認したら、ちゃんとイーストランドタグがねついていたので、国内正規品ということが判明して、並行輸入品ではなかったので、ますますちょっとお買い得だったなって思いました。はい、こんな感じです。はい、次のコーディネートに行ってみたいと思います。はい、次はですね、前のボタン全部ね、留めてみまして、下はスウェットと合わせてみました。こういうラフなパンツともね合わせてもおかしくないのでいい感じですね。なんかアウターにしては着丈が短めっていうのもなかなかポイントじゃないでしょうかね。はい、次行ってみます。はい、次はね、中にこうパーカーをね、着てみました。まあそう、家の中でね、この格好だともうかなり暑いんでね、まあここまで来れば、まあ、雪の日とかでも全然いけそうですね。はい、まあ、こちらね、M サイズなんですけども、まあ、中にこうパーカーとかを着ても窮屈な感じがしないので、まあ、ちょっと大きめな作りになっていると思います。はい、はい、というわけで、今回はブランド古着のブランドコレクトで、購入したヘロンプレストンとキャタピラーのコラボジャケットの紹介でした。それじゃあまたね、バイバーイ。